人形焼き絵、そういうのもあるか。うん、実物型抜き絵。実物気になるね。型抜きを実物で。はい。ほう、どんなやつだろうな。男坂本型抜きの極意を見せたるわ。おい、たー、新しい。できるか。まあでも抜けそうだけど、うん、なんか引っ張ったらポコっていきそう。クズ待ちかこいつで型抜き。じゃあ始めるか。はい。わあ、むずいぞこれ。おお、いる。なるほどね。はい。どのくらいの強さ。あ、面白い。結構いくんじゃ、強すぎたら危なくない。あ、このくらいで。あ、このくらいでいく。おお、いい。でもさ、これさ、はい、抜けるしかなくない。だってだから失敗なくない。そうだよね。スイカは壊れないわけでしょ。一体じゃないもんな。うん、ハマってるだけなわけだから。どうあれさ、これ、うん、砕けるだけじゃない。ほらほら。難易度低く。おじさんできました。うん、どれどれ、うまくできてるな。簡単だなこれ。おい、あ、おい、おっぱいマウスパッド。雪の子おっぱいマウスパッド、うん、作ったの。ただおい、やりたいな。中岡、いや中岡の海よ。はい、え、いやダメか、やっぱりつっついてみたいけどな、どうなるかは。え、中岡、あ、同じことしかない。いらないわ。首のあたりむずいね。あ、確かにな。気付けちゃダメってことか。万が一にも躊躇なくさ。ザクザクさしてるけど。ここ大丈夫。あ、よかったー、危なかった。今一番難しかった。おお、耳のところ、これちょっと邪魔だわ。やべ。何の音もしなかったよ。弱すぎたんじゃない、うん、今おじさんできました。はい、持ってこれは欲しい。うん、うん、めっちゃいい出来。マウスパッドってか、マウスパッド使えないよね。うん、平らじゃないから。顔のところも平らじゃないもんな。いらねえ。帰るか。でも見せるか。うん、じゃあ失礼します。はい、お待ちなさい。うん、え、いやー、いらねえこのうち。絶対出てくるよこの後。おお、流れ的に、うん、自分から出てきた。おお。本来なら砕いたら出てくるみたいな感じだったのかな。あ、そうか。うん、ほら来たよこの人も。何のために、ついてきてほしくないわ。いや無駄な、中岡と同じとこだもんね。話せないな。ひもくじ。おお、祭りといえば定番か。うん、いっぱいある紐のやつ。そう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 、はい、でも大抵当たんないやつな。うん、うん、当たって外れても 100% 満足させるからよ。ほう、え、番号全部で8個ありますから。じゃあまあ分かんないもん、1からか、うん、そうそう。朝活放送している坂本の真似やります。おはようございます。月曜朝の通勤通学。そんなあなたにひとときの癒し、幕末氏の坂本でございます。おはようございます。もうしばらくお待ちを。待ってね。あ、おはようございます。ちょっとおはようございます。坂本です。おはようございます。ちょっと似てるかもしれない今の。これ一時一個同じだから喋ってるの。ちょっと待ってね。待って、ありが似てたぞ。何このくじ。ん、中岡のモノマネくじ。死にかけの孫悟飯やります。わぁわぁわぁ、あっくっくっ、あぁ、深くに笑ってしまった。死にかけの天津飯やります。もうネタ切れじゃんね。チャオズ気候法だ。死にかけのピッコロ、そればっかじゃんこれ。それかわせた。この通りだから。
汚な激しい犬の喧嘩のモノマネやります。長えよゲームプレイ中の坂本の真似やります、うん、ない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 何さあーくそー似てるか伝わる伝わる似てるかまたこれかよちょっと似てたお前らふざけるな言ってるか言ってるふざけるなよく言ってるか、うん、あと引いてないのある3番引いてないか3番か死にかけの悟空やりますはや忘れた頃に来る全部同じに聞こえるんだけどさっきからやべえ出るか出ますかありがとうございましたまあそうだね、うん、40点ぐらいかな高評価と言われると怪しいところがあるかな。